こんにちは、ホタルです。今回は秘伝についてちょっとやっておこうかなと思いまして、秘伝会になります。おすすめの秘伝とかですね、まあ基本情報とかも、おさらい的にちょっとやっていこうかなと思ってます。秘伝はですね、強化のところの、左下の秘伝一覧から自分の秘伝の状態とかを見れますので、ここからこんなのがあるんだなっていうのは見れます。で、ゼロ、全く溜まってないやつでも、ここリストに出てきますんで、ここでなんか内容とか見たりですね、習得可能な武将を見たりとかできますんで、はい、ここからチェックしてもらえればと思います。で、まあ、秘伝の基本として、小生ランクが4以上必要なので、この動産が今3ですから、秘伝が4以上で習得できますってことで、習得今できませんっていう感じですね。で、秘伝の方は、習得可能な武将っていうのが、それぞれの秘伝で、決まってますんで、そこがちょっと注意ですね。で、絵にし条件っていうのが、基本的に、条件になってて、これの場合だと、牢城名人を持ってる武将なら覚えれるって感じですね。で、もう一つ注意が必要なのが、発動条件っていうのが、設定されてまして、これの場合は大将に配置、副将と同じ縁士が1以上ですので、大将に配置してたとしても、副将と縁士が1個も繋がってなかったら発動しないですし、そもそも大将に配置してないと発動しないとかいうところが、気をつけなきゃいけないところですね。ただこういうのは、今これ調達部隊なんですけど、自分の。ここみたいに、覚えてるけど発動できないっていうやつは、光が消えて暗くなってますんで、まあ編成画面でチェックもできますって感じですね。はい、秘伝の基本情報とかはこんなもんになりますかね。あ、まああと入手の仕方としては、この有効度を、交換で売り払うっていうので、トレードオフみたいな感じでもらえますね。ただ、使う武将とかに関しては、小生ランクの方が優先ですので、小生ランクを先に上げて、で、その後、余った分を売っ払うっていうのがいいと思います。まあ、秘伝として必要なのが急務なやつとか以外はそうですね。ただ、後で紹介しますけど、急いで必要なやつとか、優先度が低い武将のやつなんで、先に秘伝をっていうのもありますので、ここら辺が注意が必要です。はい、それでは、おすすめの秘伝について紹介していこうと思います。まず最初にですね、S ランクの秘伝が、最初にこう出てくると思うんですけど、基本的に S ランクの秘伝っていうのは、SSR の武将の有効度を売った場合にゲットできるやつが多くて、で、その多くが、なんか割と、その武将専用みたいな感じの性能になってますんで、まあ、専用ではないんですけど、その武将につけるとぴったりみたいな、内容になってますんで、この場合は、剣心とかですね。剣心の秘伝が偽戦っていうのなんですけど、まあ、そもそも縁士条件が軍神と竜を持ってなきゃいけないとかで、で、効果が、見切りの効果時間プラス3秒とか、で、まあ、対象部隊プラス1とかですね。竜っていうのが剣心だけで、軍神は同説が最近出ましたけど、同説の、先方の方には、見切りとかがないので、まあ、もうほぼほぼ現状では、剣心専用みたいな感じになってるっていうのが、現状ですね。そういうのが多いです。で、まあ、SSR の武将は先に小生ランク上げた方がいいやつばっかりなので、まあ基本的には、関突の後に、まあさらなる強化要素みたいな感じなんですけど、まあその中でも、おすすめというか、使えるやつがありますんで、ちょっと紹介しようと思います。1個目がですね、この一徹物ですね。っていうのも、なぜこれがおすすめできるかっていうと、有効度が吉川元春なんですよね。吉川元春は、シーズン1から配布で配られてた武将なんで、もう貫突終わってて、で、さらに有効度余ってて、で、秘伝に変換できてるっていう人が結構いると思いますんで、
そちらの方で、まあ、おすすめに上がってますね。福岡の方が、一番下まで行くと、戦法威力プラス60の破壊 35%、上昇15秒間地部隊のみっていう感じですね。で、習得可能な武将は、まあ、この、どちらかを持ってる武将で、で、それがこちらになりますね。まあ、結構いるので、まあ、つけれるやつはそこそこいるんですけど、まあ、中でもおすすめなのが、橋場秀長ですかね。橋場秀長が、破壊系の戦法も持ってる武将になるので、豊臣秀吉の副将とかにつけたりで、まあ、大仏要員で使ったりとかいうことが多いので、まあ、秀長につけてあげて、自部隊のバフをさらに塗るっていうのが、まあ一番おすすめかなとは思いますけど、まあ大仏が、どうしても必要というか、盛らなきゃいけないっていう状況が、まあ番外工場編とかはあるんですけど、まあ対人戦の、工場戦とかだと、まあ破壊だけ上げてもしょうがないというのもあるんで、まああんまり使いどころというか、まあそういうのが強くはないので、もう先方の威力 60% とかいうのだけを、優先してもこの中からつけてあげるとかいうのでもいいと思います。吉川元春もですね、別に破壊上げるとかいう、なんていうんですかね、戦法でもないので、まあ、専用っていう感じでもないです。なので、これが一つ目ですね。で、S ランクでもう一つ目は、こちらですね。一樹百角っていうやつで、ネネが持ってるんですけど、これが、効果の方が、獲得できる勲功がプラス1、獲得できる武将経験値がプラス 14% ってことで、最大でですね。これが、まあ、いわゆる稼ぎ部隊で使えるやつなんで、まあ、ネネを、1軍、2軍、3軍あたりで使ってない人であれば、調整の前にこちらに変換してっていう形の方がおすすめですね。まあ、ただ、この二つのどっちかの演習持ってないとダメなんで、まあ、そんなに習得できる武将は多くはないです。まあ、SR とかも含めたらそこそこいるんですけど。で、ちょっと稼ぎ編成についての、秘伝についてはちょっと後ほど話すんで、まあ、ここでは軽く触れるぐらいにしておきます。で、まあ、次がもう A ランクの方に移っていくんですけど、まあ、一番なんかもう皆さんも使ってると思いますけど、有名なのが攻撃戦法の妙具ですね。この二人ですね。の有効度から変換できます。で、初よりの方は結構使ってる人もいると思うんで、あれですけど、まあ、朝倉さんの方は、まあ、ほぼ使わないと思うので、朝倉さんの、有効度をガンガン変換してあげてもいいと思います。で、効果の方はもう単純で、攻撃戦法の威力 50% アップで、で、エニシ条件なしなんで、すごく使いやすいです。で、エニシ条件なしですけど、発動条件はあるので、ちょっとここは気をつけてくださいね。2以上なので。で、これ合計2以上なので、副将とかに配置したら上でも下でも、111とかでも3になったりとかっていうので、やりやすいんで、で、対象に置けば、副将、副将で11ずつでとかでもいいんで、使いやすいですね。寄り木の時が、副将と2個以上繋がってるかとかいう話になってくるんですけど、まあ、寄り木で、まあ、ここを上げるのがね、まあ、そんな連鎖率の問題があって、そんなにないんで、まあ、大将か副将でつける人が多いと思うんで、まあ、大体発動できます。で、50% っていうのはなんかさっき見た一徹物とかもプラス 60% とかだったんで、まあ、そんなに見劣りするものでもないんで、これが、一番なんて言うんですかね。汎用性が高くて、付けやすくて、おすすめな、秘伝になりますね。で、次が、この延長系ですね。同様延長のもんとかが、北条村とかにつけるといいんですけど、同様の効果時間プラス5秒とかですね。で、武勇とかも知略とかもプラスしてくれるとかいうのがあるんで。ただ、同様の場合は、柿崎さんから言うこと変換しなきゃいけないんで、なかなか、ためにくいっていうのがありますから、まぁ、ちょっと一段は落ちますけどね。で、まぁ、そんな中でも、おすすめなのが、同士打ち延長の門ですね。これが、
本田正信から言うこと変換できますんで、私は正信の昇升ランクを上げることよりも、こちらの秘伝の方を優先してます。で、正信の方は、利権、城の利権とかからが鷹狩りとかからもゲットできますので、貯めやすくもあります。で、効果の方は、まあ、結構単純で、さっきと同じような感じで。同士打ちの効果がプラス5秒で、武勇がプラス5%、知略がプラス5%っていうことで。で、縁日条件はなしですけど、発動条件は縁日が2個以上つながるってやつですね。で、まあ、同士打ちって言ったら、皆さんご存知だと思いますけど、毛利元就とか、斎藤道三とか、まあ、そこら辺の同士打ちの時間を伸ばしてくれるんで、すごく有能な、秘伝になります。同士打ちとかは、まあ、このゲーム、マジで同士打ちが本当に強いんで、これはちょっと優先して、ゲットしていって、覚えさせてあげるといいんじゃないかなとは思います。まあ、ただ、元就も最初に言いましたけど、4凸、星4以上いりますし、動作もいりますんで、まあ、そこをクリアできればですけど、まあ、先を見越して、今から集めていくっていうのも、いいと思ってます。で、次が、A ランクだと、名家の誉れですかね。こちらの方が、あ、名家の誉れですね。失礼しました。レベル3まで行くと100%の確率で勲功プラス1ってことで、これも稼ぎ編成の方ですね。で、習得可能は、まあ、結構多いですね。まあ、ずらーっと、こんな感じで。SR にもいますし、って感じで。で、まあ、これもちょっと、稼ぎの時の紹介の時に、詳しくやります。で、もう一個は A ランク、最後の紹介になりますけど、鉄砲の教えですね。こちらが、まあ、強度系じゃねえや。適性を、平価適性を上げてくれる系のやつになってて、まあ、この3人なんですけど、まあ、最初の SSR 2人は、ちょっと、まあ、昇升の方重ねるの優先かなとかなりますけど、SR の方は、島津さんですね。島津さんの方は、交流とかでも出てきますし、あんまり、まあ、鉄砲の編成で使う人もいるとは思いますけど、まあ、バンバン出てくるんで、もう調整さっさとマックスにしてあげて、変換してあげていくでいいと思う。で、効果の方は、まあ、こちらですね。高卒がプラス60で、鉄砲の適性を A にするっていうので。教え系では多分これが一番需要が高いと思いますんで、まあ、これはコツコツ交流でも、対象にして集めていきましょうって感じです。続いて B ランクの秘伝の方の紹介していこうと思います。まず最初が、共同系ですね。さっきから話に出てきてる、稼ぎ系のやつなんですけど、騎馬兵科の副将に配置で、まあ、この3つの NC とかになるんですけど、まあ、騎馬だったり、足軽だったり、それぞれの兵科であります。で、武将の経験値プラス12%にしてくれるんで、これを、副将の左と右に配置して経験値アップっていうのが、使い方としては一番多いですね。で、まあ、足軽だったり弓だったりあるんで、まあ、ここら辺ですね。で、名家の誉れと、一重百得でしたっけ？の方と合わせて使ったりするんで、ちょっとそこの紹介をしときましょうか。私が使ってる部隊としてはこちらですね。騎馬で、副将2人に、秘伝として、騎馬の共同をつけてあげて、で、与力の4人に、一樹百角をつけてますね。で、一樹百角は、ネネの、秘伝というか、U コードを使わないと手に入らないので、これが、足りないっていう人は、名家の誉れをつけてあげて、運行を伸ばしましょうって感じですね。で、一樹百角だと、勲功もプラスできるし、武将の経験値もプラスできるんで、こっちの方がおすすめなんですけど、まあ、敷居は高くなってますって感じですね。これだと、なんかプラス、経験値が80何パーとかもらえますんで、まあ、で、勲功も、まあ、このレベルが低いんで、
確率になってますけど、上げて、上げれば 100% の確率でプラス1とかになりますんで、まあ、レベル3を、の数を増やしていくっていう考え方で大丈夫ですけど。こういう使い方ですね。で、大将は、まあ、その、使いたい陛下の適正 S ランクで、まあ、育成したいやつだったり、強いやつだったりでいいと思います。まあ、一番いいのは、剣心なのかな？剣心だったら敵の陛下選ばずっていうか、やれるんで、で、牙も S だから足早いし、時間かかんないし、とかいうのがありますね。副将はまあ、割と、誰でもいいっちゃ誰でもいいですけど、星4はいりますんで、っていう感じですね。はい、こういう使い方で、軍港も、属狩りの時に軍港もプラスで、経験値もプラスでっていう感じで、美味しく、属狩りができますっていう感じですね。で、ある程度レベルが上がってったら、長野さんは他の部隊でも使ってるんで、レベル1セットしてませんけど、こちらの評価の方のリセットですね、のレベルの方をやって、で、小判で、だったり、返上例だったりを使って、リセットかけてあげて、こちらの経験値の章を手に入れて、主要で使ってる部隊の方の経験値に割り振ってあげて、大将からレベルを上げていくっていうのが、やり方としてはおすすめですね。なので、これ、40ずつかかっちゃうんで、まあそんなに頻繁にリセットはしない方がいいとは思いますけど、まあ30前後でリセットかけちゃっていいとは思います。返上例とかがあれば、小判はいらないんですけどね、なかなか手に入らない。はい、というわけで、秘伝を使った、稼ぎの編成のご紹介でした。で、次は、B ランクの、丸々家電とかいうやつですね。こういうやつですね。武田家電とか。こちらも、まあ、武田家電なので武田家の縁持ってるっていうのが条件ですけど、砂型配置の武将と同じ縁が2個以上っていうので、攻撃力プラス 5%、知力プラス 5%、機動力プラス 6% とかいうので、お手軽にステータスが漏れます。これは、確かこういう風に家電によって破壊がプラス 5% だったりとかいうのがありますんで、まあ、そこは最初に見ておいた方がいいと思います。で、こちら見てわかるようにこの有効度ですね、が SR の武将とかばっかなんで、まあ割と使わない SR は多いと思うんで、貯めていけるとは思います。で、まあそれを使った、編成の紹介としては、こんな感じの武田家の騎馬部隊に、私がこれシーズン1で使ってた編成なんですけど、関助だけはちょっと調整が足りませんけど、武田家伝。で、ちょっと関助は星が足りないんでつけれてないですけど、武田家伝っていう風に。大将以外はみんな武田家伝つけてあげて、ステータス盛りましょうっていうやつですね。剣心、あ、違う、すいません。信玄は、シーズン1の時は、確か、攻撃戦法の妙技つけてたかな、後半は。なんかアップデートでダメージが出るようになったんで、その時から攻撃戦法つけてて、その前までは、高卒持ってたかな、確か。はい、こんな感じで、いっぱい発動してあげて、盛りましょうっていうやつですね。こんな感じで。はい。なので、まあ、お手軽に、ステータスを上げれるので、家電系もおすすめですっていう感じですね。まあ、副将のところは違うのにしてあげて、まあ、ここも、例えば、まあ、勝つよりは、そんなに、戦法が、なんか強いわけでもないので、2部隊に200ぐらいなんで、まあ、これでもいいかもしれないですけど、まあ、副将も、統率上げてあげたりとか、もしくは、戦法が強いやつだったら、攻撃戦法の妙技副
ションにもつけてあげたりとかでもいいとは思います。はい、パーテン系の紹介でした。で、B ランクは最後になりますかね。この3つですね。この3つが、最終形のやつなんですよね。調達できる兵糧の量がプラス 5% とか。あ、3つって言った俺。4つだわ。兵糧と木材と石切りと、鉄鋼っすね。これらを、つけてあげて最終の舞台に。で、5% 持ってっていうのを合計が、7人いるんで、35%プラスっていうのが、まあ、可能ではあります。その場合は35いりますけどね。今俺33ですけど。ただこれは結構大変です。実現するのが。私もなんか今、シーズン3から、やり出してはいるんですけど、やっと動線の方がちょっとですけどね、余裕が出てきたんで、まあ、こんな感じで、石切り衆、池田常沖に覚えさせて、調整も上げてっていう感じで。で、調達の舞台の厄介なところが、舞台のステータスの調達のところが、調整ランクが一番影響がでかいんですよね。なんで、まあ、できれば、調整ランクマックスで、秘伝で石切り衆とかを覚えてとかいうのが理想っていうか、なんですけど、まあ、なかなか実現はちょっと遠いけど、まあ、コツコツ目指してやってますって感じですね。これが私のキバでの調達部隊なんですけど、キバ全然平価レベル上がってないんですけどね、使ってないんで。ですけど、まあ、これも、調整ランクが高い奴らを並べてあげて、調達が1000超えるようにやってます。で、戦力とかはもう低いんですけど、まあ、全部、6万とか大事ですけど、調整ランクが高いんで、調達は1000超えてるみたいな感じで。まあ、適正も B とかになってますけどね。使ってますけど、調達が1000を超えるのを、まあ、最優先でっていう感じで、組んでるんで、まあ、ここしか調達部隊の時はいらないんで。で、編成の切り替えのところで、戦闘用と調達用とっていうのを、全部登録しとけば、パンってできますんで。これですね。で、まあ、石切り衆、石材取るときは石切り衆持ってるやつ捨てたりとか、ですかね。まあ、そこは理想なんですけど、実現は遠いかなって感じですね。はい。で、最後に、C ランク系のおすすめですかね。で、C ランク系はですね、まあ、最初はもう同士打ちの結界ですかね。R と N の武将から取れるんですけど、編成した部隊の受けた同士打ちの効果時間をマイナス 20% できるって言って、元成とか動産とか、あそこら辺の同士打ち持ってるやつから同士打ち受けた時に、その効果時間を短くしてあげるっていうやつですね。まあ、これを、寄り木の舞台のなんか、なんていうんですかね。秘伝なんかどれつけようかな、どれでもあんま変わらんなっていうやつにつけとくのがおすすめですね。で、これ寄り木に配置するって書いてるんで、寄り木4人いるんで、4人乗せたら、マイナス 80% になるのかとかいうのをちょっと検証したいんですけど、ちょっとこれがまだちょっとできてないですね。処女も足りないし、とかいうので。で、相手から同士打ちを打ってもらわなきゃいけないし、とかいうのもあるし。ちょっと検証できるかわかんないですけど、やりたいことではあります。で、あとはまあ C ランクはもう、あとは、そうですね。まあこの教え系で適正をA に上げてあげるっていうのはありますけど、あとはまあこの、鍛錬系ですね。統率の鍛錬だったり、知略の鍛錬だったりとかいうので、ステータスを持ってあげるっていうのも、おすすめですね。こちらも、R と N の武将からの有効度からもらえますんで、まあ、N と R はほぼ使わないと思いますから、まあ、バンバン変換してあげてくださいって感じですね。それでも割と、足りないですけどね。で、R と N の武将を手に入れたいと思ったら、一般投与
やってくのがというか、やってくしかないというか、そんな感じなんで、まあ、これを毎日回すのを忘れないようにって感じですね。で、まあ、一般東洋チケットとかも稼げる分だけ稼いでた方がいいと思います。で、まあ、S ランクとかに到達していくと、この回数が増えたり、チケットが S ランクで確定で回収した時にもらえたりとかいうのがありますんで、まあ、それで増やしていくっていうのも、大切ですね。はい。そんな感じかな。秘伝に関しては。特に統率の鍛錬とかは、副将とか、大将とかに、まず持たせてあげるとかいうので、ステータスも結構伸びますんで。やっぱ統率が一番、影響でかいですから。兵力が伸びて、部隊の強さに直結しやすいんで。ここら辺がおすすめです。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じですかね、秘伝は。言いたいことを詰め込んでいったら、こんぐらいの長さになっちゃった感じですけどね。まあ、最後に、私の戦闘部隊、どんな感じかっていうので、まあ、あんまりいないな。ちゃんと発動できてるやつが。まあ、ここは攻撃戦法、犠牲か。犠牲つけてますけど、前までは攻撃戦法、攻撃戦法で繋げてましたって感じですかね。で、あとは、ソーンは、同様延長のもんつけてあげて、で、ここは、北条家電ですね。で、持ってます。で、まだ星3なんでつけれないですけど、氏康のところは、まあ、攻撃戦法にしようかなって今は思ってますね。はい、攻撃戦法、家電とかいうのは、おすすめかな。で、右側のやつで、統率の鍛錬つけてあげて、兵力持ってあげて、戦力を持ってあげるっていう感じですかね。まあ、自分が織田家で足軽使ってるので、まあ、鉄砲を使えれば一番いいんですけどね、ちょっと鉄砲の対象が星重なってないんで、まあ、こんな感じで足軽に寄せて使ってます。で、元就とかは、同士打ち延長をレベル5でつけてあげて、とかいうのをしてますね。はい。こんな感じですかね。秘伝のご紹介としては。まあ、なかなか S ランクとか A ランクは集めにくいですけど、まあ、ちょこちょこ頑張って集めてって、で、まあ、それまでは B ランク、C ランクでも活用して、で、稼ぎ部隊も使って、とかいうので、やっていくといいと思います。はい、本日は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。